カスガ市図書館、カスガ市図書館とは、愛知県カスガ市鳥居松町の文化フォーラムカスガに、ある公共図書館の名称であり、本館を含めたカスガ市全体の図書館等施設の総称でもある。文化フォーラムのカスガ市図書館本館、グルッポ富士等のグルッポ富士とう図書館に加えて、10カ所の図書館分室がある。合国軍最高司令官総司令部軍政部の 震源によって、1947年、昭和22年11月に、八和田麻紗割、現、晴海町に、私立貸貸図書館が創設された。私立貸貸図書館は主に貸出文庫による読書指導を行い、勝川町にも文館を置いていた。1948年、昭和23年11月に、貸貸市庁舎が王子町に移転すると、1950年、 昭和25年6月には図書館が視聴者内に移転した。1957年昭和32年5月には水穂通り5の位の独立下に移転した。ファサードは現代的な箱型であるが建物本体は瓦屋根の奇抜な外観だった。移転時の蔵書は12,465冊。 1966年昭和41年11月には第一回カス市小中学校読書感想文コンクールを実施しており、1967年昭和42年9月には婦人読書会が発足している。隣接する電電校舎がビルを新設することになったため、1966年昭和41年には、 春日ガ市役所前に建てられたプレハブの仮設図書館に移転した。この仮設館は1971年昭和46年まで約5年間使用された。1968年昭和43年7月には元春日市長の梅村義和に寄贈された教育関係図書1275冊で梅村教育文庫を開設した。 水戸通り時代の建物の跡地には NTT カスガイビルが建っている。1971年昭和46年1月には春見町のカスガイ市立やわた小学校の南、春見公園の南東に新館が開館した。建物は鉄筋コンクリート造り2階建てである。同年11月には第8回本に親しむみんなの集い終わり大会を開催し、 小説家の杉本その子が女性誌に見る恋の様々と題した講演を行った。1972年昭和47年4月には貸し出し方式をブラウン方式に改めている。1973年昭和48年9月には紙芝居の考え貸し出しと館内での実演を開始した。1975年 昭和50年8月には、図書館にテープライブラリーを開設し、視覚障害者に対する録音図書の無料郵送貸し出しを開始した。1976年度、昭和51年度から1978年度、昭和53年度にかけて、図書館の閉架室を電動集密書館に切り替えた。1977年、昭和52年12月には、 元カスガ医師教育委員の伊藤正樹に寄贈された文学関係図書318冊で伊藤文庫を開設した。1978年昭和53年4月には身体障害者に対する図書の無料郵送貸し出しを開始した。同年10月には第15回本に親しむみんなの集い終わり大会を開催し小説家の水上勤が 人生と文学と題した講演を行った。1980年昭和55年4月には図書館の一般室に書道図書コーナーを開設し、10月には図書館の自動室と移動図書館に電算処理システム、コンピュータを導入した。1981年昭和56年7月には図書館の一般室にも電算処理システムを導入した。 1983年、昭和58年4月には、図書館の2階に参考室を設置し、12月には、図書館の児童室を改装した。1984年、昭和59年4月には、図書館の郷土資料室を電動式密集書家に切り替えた。同年7月には、元カス医師教育長の安藤直太郎に寄贈された、国文学関係図書439冊で、 安藤文庫を開設した。1986年昭和61年4月には祝日会館を実施した。1987年昭和62年10月には図書館増改築工事に着工し、1988年昭和63年3月には210メートルを増築した工事が竣行している。また、1989年、 平成元年3月には図書館内の天井と照明の改修工事が竣行している。1993年平成5年4月には愛知県図書館とのオンライン化が図られた。1994年平成6年4月には知的障害者に対する図書の無料郵送貸し出しを開始した。1994年平成6年10月には図書館で ビデオと CD の視聴各資料の室内利用を開始した。春美町時代の建物は図書館としては手狭な上に春日ガ市立や幡小学校や住宅に囲まれた場所にあることから集客面での魅力に乏しかった。1986年昭和61年に文化の拠点構想が浮上し、1987年昭和62年から 建設基金の積み立てが行われた。当初は美術館、博物館、音楽ホールなどを建設する案もあったが、1994年、平成6年9月には、図書館を中心とする施設の基本構造を策定した。春美町時代の建物は1999年、平成11年8月31日で閉館し、新施設への移転のための準備期間に入った。 九百九十九年十一月に新施設が開館すると、春美町時代の建物は二千年十一月から二千一年三月間、改修工事を行い、二千一年、平成十三年六月に、鳥居松触れ合いセンターがオープンした。二千七年、平成十九年四月三日には、鳥居松触れ合いセンター内に、カスガ市民活動支援センター、ササエアイ、セムがオープンしており、 建物自体が、カスガイ市民活動支援センター、ササイアイセンターと呼ばれることも多い。1999年、平成11年11月16日には、文化フォーラムカスガイが開館し、同時に3階4階部分のカスガイ市図書館も開館した。旧館の名称は、カスガイ市立図書館だったが、新図書館の名称は、立を取って、カスガイ市図書館となった。 休館にはなかったブックディテクションシステムが導入された。新館開館に向けて約13万冊を新規購入しており、開館時の増書数は休館時代の1.5倍となる約36万冊となった。移転に伴って開館時間を9時から20時に変更し、特別整理期間を6月に移動させるなどしている。貸し出し冊数は10冊までとし、ビデオ CD。 著作品、複製会が展示図書の貸し出しを開始した。公式ウェブサイトを開設し、図書館ボランティアも活動を開始している。新図書館の開館記念行事として、著作家の五木博之による、心の天気と題した、講演会や、著作品の展示会、図書台リサイクル会、秋の服、林明子、平山映像の絵本原画展、映画とビデオの上映会、 ジャンボ紙芝居の上演会などを行った。2000年、平成12年2月5日には、開館から約3ヶ月で入館者数30万人を突破した。これまで、カスガイ市の公共施設で、最も入館者数が多い施設は、カスガイ市都市緑化植物園、グリーンピアカスガイだったが、文化フォーラムカスガイはわずか3ヶ月で、都市緑化植物園の年間入園者数に並んでいる。 2000年8月には絵本作家の村上康成の原画展を開催し、村上康成と絵本作家の中川博隆がトークシーを行った。開館から2000年10月までの約1年間の入館者数は71万4874人、貸出冊数は149万8176冊であり、貸出冊数は休館時代の1.9倍となった。 従来は、カスガイ市西部ふれあいセンターでのみ、CD やビデオを貸し出していたが、移転を機に、図書館で CD やビデオを取り扱うようになったことで、CD は、休館時代の32倍の4万3508枚、ビデオは、休館時代の11倍の13万2899本の利用があった。2001年、平成13年11月には、 絵本作家の永田萌の原画展と講演会を開催した。2002年平成14年11月16には4階の郷土地域コーナーの一角に考古学者の森孝一が提唱した東海医学に関する開学コーナーを開設した。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の東海4県の歴史や考古学に関する文献が集められている。同月には 絵本作家の佐藤脇この原画展と講演会を開催した。2003年、平成15年6月にはインターネット予約サービスを開始した。また同月には絵本作家の鈴木孝二の原画展と講演会を開催している。2004年、平成16年に1月には、尾張北部広域行政権後市二町、春日が市、犬山市、港南市、小牧市、岩倉市、 大口町、副総長の教育委員会が協定を結び、各図書館で、相互利用サービスを開始した。大あ北部広域行政権の創造書数は、約173万2千冊である。2005年、平成17年7月には、市内の保育園への団体貸し出しを開始した。また、愛知県の公共図書館としては初めて、学校の夏休み期間中は、 閉館日なしとした。同年9月1日には、中部大学附属三浦記念図書館との間で、相互利用サービスを開始した。三浦記念図書館は、工学系の学術書を中心に、約33万冊を所蔵している。2005年度までの考え貸し出しの対象者は、尾張北部広域行政権の五市二町のみだったが、2006年、平成18年4月には、 貸し出し対象者を愛知県内在住者に拡大した。同時に、春日市いし子供読書活動推進計画の一環として、ブックスタート事業を開始し、児童室にブックスタートコーナーを開設している。2007年、平成19年4月には、赤ちゃんのためのお話し会を開始した。2008年、平成20年3月には、 市内の31保育園に特別団体貸し出しを開始し、2009年、平成21年3月には市内の15幼稚園に特別団体貸し出しを開始した。同年11月には利用者カードをリライト式に変更した。2010年、平成22年3月には一般用ビデオ視聴コーナーを廃止し、初夏を増設した。2012年、 平成24年11月には、市内の小中学校に、団体パシ出しを開始した。2013年、平成25年4月には、ボランティア等を対象に、団体パシ出しを開始した。2015年、平成27年3月には、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスと D1-law.com 第1、放棄法,法情報総合データベース閲覧サービスを、 開始した。2016年、平成28年10月には読書手帳の配布を開始した。春日が市役所や春日が文化会館の隣接地に建設されたのが文化フォーラム春日がであり、その中核施設として3階と4階に春日が市図書館本館がある。2016年度末の蔵書数は56万3219冊。2016年度の 貸出数は748,657冊だった。2016年度の職員数は46人、正規10人、臨時36人だった。クルッポ富士とウッド所管とは異なり、春日ガ市と所管本館は、春日ガ市の直営である。アクセスは JR 中央本線春日駅から徒歩20分、または、名鉄バス、鳥居松バス停から徒歩2分。 または、カスガイシティバス、市役所バス停から徒歩1分。平安時代の農所家である、小野東風は、カスガイ近辺で生まれたとする説があるため、カスガイ市は、書の町、カスガイをキャッチフレーズに掲げ、1949年、昭和24年から、全国公募の書道展である東風を開催し、1981年、昭和56年に、書の専門美術館である。 春日ガ指導風記念館を開館させるなどしている。このため、1999年の移転時には、著作品や複製絵画の考え貸し出しを開始している。複製絵画の貸し出しは、当時の愛知県でも珍しく、著作品の貸し出しは、全国の図書館でも例がなかった。開館1ヶ月後の1999年12月10日時点で、著作品は46点。 複製絵画は146点が貸し出されている。諸作品を貸し出しするのは、年配者が多く、持ち運びの良いさから学装よりも軸装に人気がある。複製絵画は、幅広い年代に貸し出されている。高蔵寺、ニュータウンにある、春日ガ市立、藤山大東小学校の校舎をリノベーションし、2018年、平成28年4月1日に、クルッポ富士塔が開館。 その中核施設として、グルッポ富士と、ウッド書館があり、300メートル東にある東部、市民センター図書室の移転という形をとっている。第3セクターの構造時、町づくり株式会社が、指定管理者として、施設の管運営を行い、図書館業務は丸善を松堂に委託されている。1階の一部、児童書、2階の全体、一般書、グループ学習室、 持ち込みパソコン室、3階の一部、学習室が図書館となっている。1975年、昭和50年1月には、下公民館と高蔵寺、コミュニティセンターに図書室を開設し、それぞれ週2日開設した。1977年、昭和52年11月には、春日市民文化センターに図書室を開設した。1979年、 昭和54年9月には、下公民館と高蔵寺、コミュニティセンターの各図書室の開室日を週2日から週6日に切り替えた。1980年昭和55年1月には高来公民館に図書室を開設した。1981年昭和56年12月には、元カス市選挙管理委員会委員長の島田、豊かずに寄贈された。 図書3679冊で高井公民館図書室に島田文庫を開設した。1982年昭和57年10月には坂下公民館に図書室を開設した。1983年昭和58年6月には東武市民センターに図書室を開設した。開設時の蔵書数は37879冊であり。 他の図書室とは異なり、文館と呼べる規模だった。1987年、昭和52年6月には、味ジヨシフレイセンターに図書室を開設した。1988年、昭和63年1月には、構造寺、フレあイセンター図書室に、コンピュータ端末機を設置した。同年6月には、高蔵寺、コミュニティセンターを改築して、 構造寺ふれあいセンターに改称し、構造寺ふれあいセンターと書室を新たに開設した。1989年、平成元年4月には、坂下公民館と書室、宝井公民館と書室、市民文化センターと書室、下公民館と書室に、コンピュータ端末機を設置、休館日を統一した。1991年、平成3年10月には、南部ふれあいセンターに、 図書室を開設した。九百九十四年、平成六年十月には、西部フレアイセンターに図書室を開設した。二千七年、平成十九年十一月には、グリーンパレスカスガイ、カスガイ資金道福祉会館に図書室を開設した。二千十三年、平成二十五年七月には、東部市民センター図書室の開館時間を試験的に延長して、 9時から9時としており、同年8月と2014年、平成26年2月にも、この施行を実施している。1973年、昭和48年6月には、カスガエ市政30周年記念事業として、移動図書館車、桜号、外科、四季500冊積載のトヨタコースター改造車を購入し、24ステーションで巡回を開始した。 1979年、昭和54年11月には2代目、桜号、外科、四季2000冊積載の日産、シビリアン改造車を購入し、初代、桜号から移動図書館車を置き換え。1987年、昭和62年9月には3代目、桜号、外科、四季2500冊積載の三菱、ローザ改造車を購入し、2代目、 桜号から移動図書館車を置き換えた。二代目桜号はジャンボ紙芝居用に改造して友達号と改称し、1988年昭和63年3月に友達号の運行を開始したが、1992年平成4年2月に運行を終了している。2005年平成17年8月には32年間続いた移動図書館サービスを終了した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。